メディアを再生するタンブルウィードとなったレケナウルティアタンブルウィードとなり柵に引っかかったハリヒーチキガソリンスタンドに転がってきたタンブルウィードこの写真のように1数個程度ならばさほど困りはしないだが数十個ほどが次から次へと集まり続けると業務に支障が出るようになり米国では地域や季節によってはそういうことが起きるタンブルウィードとは 夏の終わり頃に枯れてちぎれて、軽い玉のようになり、風に吹かれて転がる、乾燥地帯の植物のことである。タンブルウィードイコールタンブルウィードという構成の子で、あり、風に吹かれて転がっている球状の枯れ草を漠然と、刺すための故障、概念である。生物学的に特定の種の植物を刺しているわけでは、ない。タンブルウィードになる。 植物根元から折れ、根から分離した地上部分であり、枯れてはいるが、転がっていった先の場所で種子を落としたり撒き散らすことになり、結果として、その植物種の生き残りや数を増やすことや、分布池を広げることに役立っている。アメリカの乾燥地帯の荒野では広く見かけられ、西部劇映画などで、風が吹きすさぶ無人の荒野を転がっていく描写に、見られるように、いかにも、 荒野といいった印象を見るるものに与えているアメリカでは、時折大量発生して、乾燥地帯にある街などに押し寄せ、風の通り道になった家の庭に、山のように集まり、住民を困らせたり、自動車のドライバーの不意をつき交通事故の原因になるなどして、ニュースになることがある。オーストラリアのビクトリア州ワンガラッタでは2016年の2月に、タンブルウィードの発生によって、 複数の家が草に埋もれてしまうということも起きた。タンブルウィードになる植物は多種類ある。米国では外来種のロシアアザミが繁殖力が強く数も特に増えたので、結果としてタンブルウィードの中でも特によく知られてはいるが、それだけをタンブルウィードと呼ぶ決まりがあるわけではなく、例えば次にあげるような種も枯れて風に転がり、そうなるとタンブルウィードと呼ばれる。 ありがとうございます。